ミスター真由美さん、転売に限らずですね、いろんなプラットフォームを使わせていただく中でビジネスをするときに、利用規約をね、しっかりと読み込んでおくことが必要です。これはですね、どのぐらい読み込むかというと、人に説明できるレベルで理解してる必要があるんですよね。やっぱりビジネスですから。お客様に、そして取引先にお問い合わせがいただいたときに、答えられないと困るわけですね。ですんで、Amazon、Yahoo オークション、それからメルカリ、ラクマ、すべてそうなんですけども、利用規約に精通していることはビジネスをしている上で大前提になってきます。その中でね、メルカリ転売みたいな本がいっぱい出てたりとか、メルカリのコンサルなんてのもいますけども、果たして利用規約理解してるのかなってところ非常にね、疑問なんですよね。で、仮に利用規約を理解して遵守していたとしても、それでいいんでしょうかって問題もあります。そうなんですよね。利用規約には結構ね、プラットフォームの方に有利に解釈できるような曖昧な書き方をしているところもあるんですよ。その一つがメルカリなんですよね。で、メルカリっていうのは基本的にフリマサイトなので、転売専業の方とか転売目的とした方の利用っていうのはやっぱりね、よろしくないというか、まあ嫌いなんですよね、はっきり言ってね。フリマサイトですから、あくまでも自分のいらないものを出品して、そこで完結って形なんですよね。これ売れたから仕入れてまた売るみたいな、要するにね、商売のプラットフォームにしていただきたくないというのが、まあ本当のところなんですよ。まあでも、メルカリ転売されてる方って結構いますよね。で、メルカリ転売もう止まらないですよね。で、メルカリ転売の業者さんによって売り上げが成り立ってるところもあるんで、メルカリさんもね、相当激しくやらない限りは、まあ規制をかけてこなかったりとか、出品を削除したりっていうことはありません。ですけども、利用規約を守っていればいいのかってところがここなんですよ。やっぱりね、マインドセットと言いますかね。利ざやをどのくらいだったら適正かっていうのは非常に決めにくいんですけども、決まってないからといっていいだろうではないんですよ。マインドセットとしてはどういうことが必要かというと、グレーっていう捉え方なんですよね。黒じゃない、グレーだから大丈夫だよって言い方もあれば、グレーっていうのは白じゃないから良くないんだよっていう考え方もあります。ビジネスをしている以上、私はね、一点の曇りもなくっていうのはなかなか難しいと思いますけども、まあグレーだけど黒じゃないよねっていうふうに、まあ認識してるんだったらやらない方向の方がいいのかなと思うんですよ。ね、最近も黒川検事総長候補が、まあ麻雀賭け麻雀で辞職をされましたよね。でも社会風潮的には1000点100円の麻雀は賭博ではないとされてるわけですよ。要するにグレーなわけです。一般国民はグレーだから見逃されてきたんですけども、まあ黒川さんっていうのは、やっぱりね、国民がグレーなんだけども白を要求するわけですよね。まあ、こういったところがあるんで、どういう考えをするのかなと、マインドセットがかなり大事になってくるというところなんですよね。まあ、この話につきましては、また詳細をね、改めてさせていただこうかと思います。で、一旦動画の方終わります。ありがとうございました。